には過去を問うものです。だからその問うている食事の期間と調べている比較基準な食事の記録 の期間を合わせるべきである、ね、これは僕正しいと思う。こっちそうなってません、なってません、はい、欠点です。さあ誰か僕の言った欠点ですに反応しませんか。それでもいいんだとか言う人はありませんか。誰かもう一回言ってもらえそうなの。もう一回言ってもいいけど、どうですか誰か。ほらほらいいですか、これここで調べるの、これここでねえ、ダメじゃん、ダメじゃんね。ちょうどね、これいいんです、いいんです。なぜかというとこういうんですよ。習慣的な摂取量を調べたいものがあるから。習慣的というのはどこで調べても習慣的だよって前提なんです。だからわざと違うとこ調べる、わざとやるんです、わざとです。重なっててもいいけど別でも特に問題ないというか、別の方が不利だろ、別の方が不利だろ、だから不利なものを見せるんです。そこでね、こんなこと起こります。食事記録法を使うときは、食事法を使うときはこちらを使ってこちらは使いません。その一方で、次を聞いて、24時間以上とか血中バイオマーカーというのを使うときはこちらを使ってこちらを使いません。わかるでしょう。バイオマーカーの結果は質問表のに影響を与えないから、この結果を本人に知らせない限り、ね、すなわち採血はここでするんです。で質問表をここです、ね、尿もここで取るんです。で質問表ここです。こんなふうなものを使います。それに対して共同食事記録とか思い出し法の場合はこちらです。先に質問表あって記録法また思い出します。どうでしょう、デザインってこうやってもう考えて考えて考えるんです。で他の研究を見て、そして最悪の結果をわざと取るんです、ね、はい、というわけで、あ、これが、BDHQ と DHQ の担当性を取った時の研究結果でした。はい、BDHQ ここで、その数日後に4日間の記録、3ヶ月後、6ヶ月後、9ヶ月後、まあ、BDHQ1 は最初に見ているところに注目してください。次はもう一個次行きましょう。次はもう少し分かりますよ。はい、はい、次です。人数です、見てください、この時はですね、こんなふうに選びました。30歳から69歳までですね、8人ずつ選んで、全部で、32、3人、64人で、それを4地域から選んできて、そしてこの調査を同時に出したりします。大調査でした。でもその時に僕たちが、僕がこだわったのはこの8888888888っていう数です。こうすることで何が分かりますか。出てきた結果は性年齢階級別に均等な結果です。だからある特定の性やある特定の年齢 の性を調べることになりません。それでこの均等な数にこだわりました。でも実はこれは非常に難しいです。ちょっと失敗してます。というのはこの時はですね、男女を同じ数で入れるために夫婦でやったんですね、夫婦ですと食事記録が 1.5 倍ぐらいで2倍になりません、そこを使いました。そうしたらね、日本、これ全部その日本居住者だったんですけど、日本居住者の成人って夫婦でいうと男と女で年齢が違うんだよね、ちょっと、ちょっと違うんです。皆さん分かりますよ、期待値、夫と妻の年齢差の期待値です。でその分布です。僕たち事前にそういう情報を仕入れたんです。研究結果そうやってされるんだよ。日本人の夫婦の年齢差の平均値と標準偏差、こんなの必要なんです。で少なくとも平均値はぴったりとありますから3歳です。でそのために実は男性こうなってません。男性こっちへ、ね、オーバーしてるんです。70歳代の男性いるんです。そして、ここのところが少なくなります。確かここはなんとか入れたんだから、こっちへね、溢れてます。でもその仕方がないですよ、ね、はい、というわけでね、
僕たちの論文を見てもらうとですね、この上のところは微妙に年齢違います。70歳入れて書いてるのもあるし、本当にこう年齢から切ることで接種率が60歳でピシッと切って70以上除外、解析除外している場合もあります。で、はい、これを見てください。これは別の質問用です。そう、あまりこう悪口を言うのないんですけど、はい、あっていうのは、まあ、むしろ褒めるべきですね。これをちゃんと研究論文として発表したのがいないと思います。はい、これ割と学会でよく使われている質問表ですね。どうですか皆さん、これを見て。ある食事質問表の妥当性、権利の件、対象者特性、性年齢階級分布です。どう思う、これ誰に使うためにこの質問表を作ったの。ねえ、すごい不思議だよ ね。全部が66人なんですよ。そのうち53人まで女性なんですよ。でそのうち52人まで19歳なんですよ、ね、一体 この人何のためにいるのかね。この60歳以来の、ね、しかもこの図不思議で、この表不思議で、ここ後期って人数分かったので、ここは分かんないんだよね。それよりも不思議なのはやっぱりこの66人中この52人だよ ね。はい、さてここでです、結論をかけますか。どうぞ成人にお使いください。ちょっとやばいよ ね、ちょっとやばいよね。あ、完全にやばくはないですね。19歳のギリギリって感じでね。はい、ね、つまりここで分かることはですね、分かることはとにかくデザインだということです。そしてそれは自分が得たいものは何かということです、ね。しかしこんなに綺麗にできる機会はほとんどありません。もうこれ僕は一生に一回できるかどうかというようなチャンスでした。だからといってですね、妥当性の結果という相関係数が出るんですけど、分かります。このタンパク質とこのタンパク質の摂取量を個人別にこう点々点々書いて、その相関係数を見るわけですよね。よく相関係数が高いとか低いとか言われるんだけど、言われたくないよね、相関係数だけで ね。あ、終わりに向かっちゃったりする。はい、はい、まあ、これ見てほしいよね、これ見てほしいよね、はい、それからここも見てほしいよね、はい、はい、というふうで皆さんそのように論文を癖つけてくださいと、ね、はい、いうわけです。はい、それではそこまでが分かったというか、気になるということで、やってみたい研究を考える、紹介する、ダメ出されるは笑う。うん、まあ、最終目的は笑うですので、ぜひ笑えるようにお願いをしたいと思います。